お待たせしました、ゆとりちゃんだよ。先進の技術を搭載した驚異のギミック、君は全ての謎を解明できるか。そこそこ5秘密基地ポプルからついに登場。だからもっとラリトラらしさを前面に押し出した商品を考えないと。癒し系でかつ斬新な。クリスマス商戦に向けて種まきの時期が迫っているけど、我々はここで安易なアイデアに飛びつくわけにはいかない。オツ君、今までのアイデアを白紙に戻してこの企画を一緒に考え直そう。わかった。癒しさんはマックスプロモーションのプランの練り直しをお願い。わかったわ。私たちが目指すのは垂直立ち上げ、そして爆買い。売るの、売りまくるのよ。バリバリ働け。段階、はあ、会議中の段階さんってかっこよくて素敵だな。詰め込み先輩の方が優しくて素敵ですよ。ゆとりは断然詰め込み先輩派。ああ、ありがとう。でも私もあんな風にいつかバリバリ仕事ができるようになったらいいな。バイト風情が何言ってるんですか。ねえ、私のこと本当はどう思ってるの。そういえば段階さんってどうしていつもハンマー持ってるんですか。するかよ。それは最近機嫌がいいみたいだから。機嫌、その日の気分によって持つものが変わるの。ハンマーは機嫌のいい日で、ちょっとご機嫌な日は今日も気合入れていくか。普通の日は働くぞ。最悪な日はこの見積もり桁が2つ違うじゃねえか。誰が書いたんだ。すまん、私だ。上司だからってたるんでんじゃねえぞ。こういう時は静かに真面目に仕事をやって嵐が過ぎるのを待つのよ。分かったわね。はい。今日も疲れたね。おやすみクリスチーネ。世界のポプーの提供でお送りしました。